皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月1日15時8分、佳子さまや、その他の方たちへのメッセージなんですけども、まあその他の方たちっていうのは、そのこちらの方で何が起きてるかっていうことをご理解していただきたいのと、ちょっと待ってください。洗濯機回してますので、2024年10月25日の夜23時45分頃、電波でかなりはっきりした声で、C っていう声が今聞こえてきてるんですけども、もう名前出しますね。元桂の三宅の明子さん、現在三笠の三宅の明子さんの声で、今度の金曜日、過去が行くからっていう声が聞こえてきてるんですよ。で、10月25日自体がまず金曜日であるのと、で、今日、もうこれ、もしかしたら今日来るんじゃないかということで、今日来ると思って、構えていたんですけども、もうこの15時9分の時点で、もう外かなり雨、それなりに降っています。かなりっていうほど、まあ大雨でもないんですけども、今までのケースを考えて、雨が、それなりに降ってる日に誰かが現れたことってまずないんですよ。で、ちょっとその、今までの例で言うと、例えば、その日だったら、会ってるとか会えてるとか、こう手話のあの時に佳子さまが言ってる映像が、その9月2日、佳子さま僕に会いに来て、ちょっと会話を交わして、話が食い違ってたじゃないですか。秋篠宮佳子、あの最初小声で喋っていた時に、声が違うっていうことを僕は、つぶやいていて、あのスマートフォンで、誰と喋ってたのかわからないですけども、で、その声を聞いたときに、最初見たときに、佳子様かなって思ったんですよ。普段とは違う髪型なんですけども。で、それで、声が違う、変わっていたので声が違うっていうことを言って、その後、秋篠宮佳子様ですかって聞いた後、はい、違いますっていうことを、佳子様笑顔で返答されてるんですよ。だから声が違うっていうところで返答してるのか何なのか、意図的にそうしてるのか僕もちょっと よくわからないんですけども、その時も、そういうことがあった後、9月5日ぐらいに、それだったら合ってるっていうことを、手話の、公務の時に、言ってる映像が出てきてるんですね。テレビ局は後出ししてくるんですよ。で、それを、どういうふうな設定になってるのか僕もよくわからないんですけども、今までのことを考えて、その会うっていうことと、その意思疎通自体がかなり、難しいのと、会話自体があんまり噛み合ってないっていうこと自体が多いっていうのが、僕と佳子様とかだけじゃなくて、僕と今まで結婚話をしてきた人間もそうですし、その件もちょっと後で話しますね。で、とにかく今日の出来事で言うと、朝、5時半から6時ぐらいまでの間で1回、目を覚まして、もちろんそれだったら、それまで、連日睡眠不足でしたから、クライマックスシリーズと日本シリーズで、で、お手洗いに行った後、その時も佳子様の声が、そのまま寝てとか、電波の声で、こっちも体調とか、そういうふうな声が聞こえてきてるんですよ。で、その後もう1回寝てるんですけども、朝の9時ぐらいにインターホンのような音が、多分電波で聞かされてる方だと思います。今まで、ここ喫緊の日でも何回かそういうことがあったんですよ。インターホンが鳴ったような音を電波で聞かされて、外を見てみると誰もいないだとか、あとはドアをノックするような音だとか、なんとなくこれ電波で本当にノックしてるものじゃないなっていうのはわかるんですけども、そういうふうな、ことがあって、雨が降ってるのか何なのか。で、後出しの方で言うことを、じゃあ10月25日に佳子さまが来ていたのかどうかっていうことになってるんですよ。で、なかなかその、明子さんの声で、次の金曜日、佳子は行くからっていうことを
はっきりとこう言ってくる、名前を出して言ってくるっていう電波の声ってまずなかなかないんですよ。だからまあそれ今日は本当の方かなと思ってたんですけども、もう外の状況を見る限り、これはさすがに違うだろうなと。まあただし、まあその天気をいろいろ操作を人間の方で知った例で言うと、あたり一面、曇り空だったのが、あたり一面もう完全に曇りですよ。雲一面です。青い部分なんか一つも見えてないです。だけども、まあテレビを用いることによって、あたり一面、青空っていうような形に、変えたりすることを今までしてきました。で、その動画も確か公開してたと思うんですが、いや、それは公開しなかったかな。まあ、順番的に、それ、先に曇り一面っていうところを撮影しておいて、あと時間と。で、あたり一面、青空になってるところっていうところ、あの時間ね、たかがその、1時間かそこらでなるような現象じゃないなっていうことを、まあ、理解してるよ、もらえるような映像が撮れてたらいいんですけども、まあ、そういうことって結構あるんですけども、一応まあ、僕の方の判断で今日休日日っていうこともありますし、今日は多分来ないんだろうなということで、先に相談として、この動画、公開させてもらってます。まあ、さっきワードに、文章を書いて、読んでるんですけども、そのワードで文章を書いてるときに、もうここのほうれい線とか出てきたり、まあ、今日は顔をそこそこ、まだ目元とかマシな方だと思うんですけども、今日朝起きたときは、その、会うっていう前提で、まあ、結婚だとか、まあ、その、そういうことを前提で考えてたので、まあ、男前の方の顔になっていたのかもしれませんし、まあ、今まで、まあ、動画の撮影に関して、まあ、スポーツ関係の時とかなんかは、顔が結構、変わったりしています。で、まあ、スポーツの勝ち負けで、顔が変わったりしてる部分とかもあるんで、まあ、そういった部分が影響でできているんじゃないかなと思います。で、あと、まあ、こう、近日なんですけども、その25日前後ぐらいにですね、25日よりも後だったような気がするんですけども、佳子さまの写真集を、23時50分ぐらいに、私の自宅の、ポストに投函してくれた方がいらっしゃいまして、それは昔何かその手の話をしていたようなことがあるなということを思い出しました。で、以前も多分佳子さまの写真集だったと思うんですけども、一回家に投函してくれてると思うんですよ。まあ、その人は男性が投函してくれてるんだと思うんですけども、その後、ちょっと数分経過してからなんですけども、ガタって落としたけども、何やろこんな時間にと思って、まあ、ポストの中を開けて、その時、まあ、パソコンを見ていて、まあ、その0時00を過ぎてから天の神様への安全のお祈り、コンピューターとかこだわってきてる部分とかありますから、まあそれで、空いてる時間どうしようということで、まあラルクアンシエル、今活動してるのかどうかなと思ってラルクアンシエルのウィキペディアを見ていたりだとか、まあそういうようなことをしてた時にポストでガタっていう音がして、で、まあ、見に行ったら、佳子様の写真集が入っていたと。で、もう2、3分経過してました。2分ぐらい経過してからドア開けましたから、まだその人物見当たるかなということで、まあ、2分もあったらかなり遠くの方へ行きますので、まあ、黒い服を着ていた男性の方が軽自動車に乗っていく様子は見えたんですよ。で、まあ、そういうふうに写真集は、ポストに入れてくれたっていうことが、こちらの自宅の方のですよ。で、以前も佳子さまの写真集だったと思うんですよ。だけども、それは今はないと。で、まあ、この辺のところは、話が行ったり来たりしていたからそうなっているのか。あと、それとですね、まあ、昨日、
10月31日15時ぐらい、場所はどこかは言いませんけども、まあ、買い物を行った帰りなんですけども、まあ、芸能人の山本さやからしき人物が歩いていたんじゃないかと、服装としてもうこれ分からないです。あの髪型とか変えられて、一番近づいていた距離で10メートルぐらい離れてるところなんですよ。もうそれぐらい離れていたら目の視力も悪いのと、あと顔が横とかでしか見えてないので、真正面から見えてないのと、あと髪型とか変えられたらやっぱり分からないんですよ。あとそれと時間の経過で昔の動画とかを見ていた場合、男性であったとしても、これ分からないんですよ。で、そのもし山本さやかさんであれば、ある、まあ、その服装が、上が、黒い、まあ、ジャンパーのようなもの、まあ、スーツのようなもの、ちょっとよくはっきり覚えてないですけども、下は黒ズボンで、まあ、要するに上下、真っ黒という状態で、心当たりがあるとしたら、この間、まあ、その休日日や、そのゆっくり休みたいっていうこと、自分の好きなことをしたいっていうことで、まあ、自分の、まあ、ホームページからの、曲とかを、聞いたりだとか、そういったことをしていたときに、たまたま、山本さやかさんの YouTube の、 右側の欄とかに、動画が流れていて、新しい曲出したのかなと思って、パッと聞いてみたんですよ。で、まあ、まあ、すぐに聞くのやめたんですけども、まあ、それで出てきてる可能性があると。で、まあ、この手の出てき方とか、どうやらその曲を動画とかを見た時に、相手の方に誰それさんがその動画を見てるだとか、そういったことが多分分かるようなシステムになってると思うんですけど、その、例えば、他で言うと、バイオリンの石川彩子さんっていう人がいらっしゃるんですけども、昔もその人もフルーツアーパークに僕は20歳ぐらいの頃働いていた時に来てるんですよ。で、テレビに出て、そのバイオリンで、そのストラバディウスを使用した演奏ができるものとして、まあ、テレビに出てるんですけども、まあ、その人しか許されていないとか、そういう話の触れ込みで、まあ、テレビに出てるんですけど、まあ、テレビで言ってることですから、どこからどこまで本当か分からないです。で、そもそも値段自体が、億単位の金額自体が、まあ、何のことを言ってるか分からない。ストラバリウスというものが、まあ、世界中で何十本もしくは何百本と作られていて、そのトータルの金額が、億だとか、まあ、そういうふうなことなのか何なのか、ちょっと僕もよくわからないんですよ。そんな金額買える人まずいません、バイオリンで。で、まあ、その人の何年も前の動画とかを見たときに、ショートの動画が、その後、喫緊に送られてきたりだとか、で、まあ、それも AI 設定なのか、本人で、通知を公開してるような形にしてるのか、チャンネル登録をしてるからだとか、まあ、その辺のところの設定は私の方でもよくわからないんですけども、まあ、だから今日、まあ、だからいろんなことをこっちも考えるんですよ。もしかしたら今日本当に佳子さまが来る予定だったかもしれない、しないし、前の週の金曜日に来ていたかもしれない。で、もしかしたらその明子さんの声ももっと昔の声かもしれない。もっと前の何年も前の金曜日に来ていたことかもしれないということも当てはまってきますし、その、この間山本さやかさんが通ったことを意識するとコンピューターからの攻撃が始まるんですよ。こちら結婚希望相手を各様で公表してるわけじゃないですか。そしたら、こう、まあ、あれこれ言われる。それも、例えばちょっと前に、労働基準局に、まあ、ちゃんと丁寧な言葉でお互い話してたんですよ。人の、ことを動画で名前を出して言ったからなのか、何なのかわからないですよ。フルネームじゃないですよ。で、その人の声で、その後、まあ、あれこれ言われてくるような現象が起きたりしています。もしかしたら、上夏美アナウンサーのお父さんの方かもしれませんけども、いやもう、誰の声が
どうだとか、ちょっと対象人数多すぎて、僕もよくわからないですよ。で、あの声も人によって、その若い頃とあの何十年も経過した時の声ってやっぱり違うじゃないですか。だからその辺のところですごく若い頃の声とかと今の年齢の頃の声とかの違いって、これはもうかなり、見極め難しいです。で、まあ、そういったもろもろのことを、もろもろって言っていいのかどうかはよくわからないですが、まあ、すべていろんなことを訂正、すべていろんなことをひっくるめて、まあ、皆さんにご相談と、いうことです。まあ、スポーツ業界の方へは、こういった事情等で、多分山本さやかさんもこのよくわからないルールみたいなところで結婚ができなくなってしまってる方なのか何なのか、まあ、それか僕は動画を見たからその辺を歩いてるのか何なのかで、そのパターンってね、まあ、家帰ってくるときに近隣の、アパートのところで、の前で男性が作業服を着た男性が、あいつも硬い方だからっていうことを、僕のことを硬い人間って言ってるのか、その日本シリーズが、昨日あったわけじゃないですか。で、横浜 DeNA 側からで私は物事対応していて、絶対勝ちに行かなきゃならないっていう状態だったわけじゃないですか。だから山本さやかさん自体が横歩いていること自体が何原因なのかよくわからないのと、誰のことを硬いって言ってるのかよくわからないんですよ。山本さやかさん自体も硬い人物かもしれません。僕のことを硬い人物と言ってるかもしれません。その作業着を着た男性がですよ。だからもう短いワードで喋られただけで何言われてるか全然わからないんですよ、こちらとしては。で、すごく世界が、多種多様なところと関わってますから。で、まあ、山本さやかさんもその結婚話の方だとは思うんですけども、まあまあ、またあの、C という声が聞こえてきたんですけど、まあ、こちらの方から、まあ、阪神タイガース、まあ、何でしたっけ、AKB みたいなグループで、N なんとかっていう、一歩間違えたバスケットボール、ごめんなさいね、もうちょっともう休み日だから笑って言いますね。もうバスケットボールの方の NBA って言ってしまいそうになったんですけど、僕もあの N から始まるその、アイドルグループのところの名前、ちょっと僕もあの長年見てなかったら忘れるんですよね、結局。で、まあそこで、まあ関西を拠点にして動いてるグループでしたから、まあ阪神タイガースの方の、始球式だとか、まあ副音声の方の、あの解説の方の仕事とかを、回してあげたりだとか、まあそういうようなことを進めてあげたりとかしました。で、いや、これがね、この話が怖いところが、みんなが気をつけなきゃならないのは、いろんな複数の業界と関わることによって、がんじがらめになってしまうと。だから昨日歩いてた原因がわからないんですよ。横浜 DeNA の件のことなのか、結婚話の件なのか、まあ、それもまあ動画を見て歩いてるから、まあ多分結婚話の方向だと思うんですけども、僕の今までのその、あきこさんの、旧桂宮家、現在三笠宮家に合流してる、あきこさんの声、10月25日の23時、45分頃に聞こえてきた、次の金曜日、過去は行くからっていう、はっきりした声が聞こえてきていて、今日はこの始末でしたから、何要因でコンピューターが言ってきて、どういうふうに、なぜ、歩いていたかっていうことを、これ確認しなかったらやっぱりわからないから、だからまあ僕もあの誰かあの該当者のようなものを見かけたら積極的に声をかけて、なんで今日は歩いてるのっていうようなことを聞くべきだとは思うんです。で、まあその阪神タイガースとの球団、こう関係者の人と話分かる人、例えば岡田監督だとか、現在藤川球児監督ですけども、まあ、藤川球児監督も淡井圭介のことはよく分かっています。で、まあ、だから誰かに会わせることできませんかと。まあ、そういうふうな話もしたい、はしたいんですよ。いや、あの、年金の掛け金見てもらったら分かる通り、厚生年金僕20何万しかかけてないんですよ、人生のトータルで。もうほとんどそれ大阪ヒルトンなんですよ。で、まあ、しかもかけてる金額、4ヶ月ぐらいです。で、
まあ、岡田監督の時に、今年の阪神タイガースの時に、まあ、その件のことも相談してますし、で、まあ、それで、まあ、矢野さんも、もともと、お金払うっていうようなことは言ってくれてたんですよ、矢野監督の時に。で、もともと、1985年の阪神タイガースが日本一になった件に関して、もう多分この人だっていうことで、吉田義男さんが、もう彼で間違いないっていうことで、お金払うで来てくれてましたし、それでフルツーラーパークで僕は若い頃に、世界戦の担当だとか、そういうふうな形に、まあ、結局オリンピックとかもいろんな件が結局そうだったんですよ。で、まあ、結局全部は全部やっぱり無理だっていうような話になってきたりだとか、エネルギーの残存問題とか、その当時教わって一回もこんな世の中だったのかっていうことになってしまったりだとか、本当の人口の話だとか、まあその頃すごい挫折とかをしてるんですけども、まあ、そこから河川水門会式ダム発電とその資金源としてのスポーツの勝ち負けに関わっていたのと、それプラス、まあ、自分の人生、年金の掛け金、トータルで2000万ほどかけてなかったら、国民年金とか厚生年金とか、国民年金基金だとか、まあまあ、繊維関係のところはなかなかないとは思うんですけども、今時は。まあ、トータルで、とにかく2000万かけてなかったら、1月15万円の支給までたどり着かない。それプラス、厚生年金に入ってるから介護保険料がくっついてきてるのであって、そこを大きくかけてなかったら老人ホームに入れないという形になりますで、まあ、病院行きの件だと、その生活ができなくなって、病院に最後、搬送されて、人生終わるケースですと、多分入浴とかなかったと思うんですよ。で、テレビとか多分見れないと思うんですね。だからまあその辺のところとかを考えて、僕もその辺年金2000万かけてなかった不安感もありますし、だからまあその辺のところを全て、含めて、ただちょっと いろんな人が歩いてるところのその人生とか、そこも本当は早く結婚して、それから社会に出て働いて、それで結婚したら住む場所は決まりますから、所得税の控除で、家のローンを返済していくものですから、結婚が遅れれば遅れるほど、もうあとどうしようもなくなってくるんですよ。で、そういう人たちが増えすぎてるんですよ、世の中。で、まあ、それが少子化の原因にもなってますし、まあ、精神病院だけじゃなくてですよ。だからまあ、その辺のところの件もありますし、佳子さまの方には、まあ、今月いつ行くかっていうことは、しっかりと、まあ、手紙を送って伝えてますし、まあ、スポーツ業界の方たちもその辺のことを、まあ、理解していただいて、ご対応していただけたらなと思います。以上です。だからまあ今年の日本シリーズ終わった時点で、そのスポーツの勝ち負けはおりますし、その重要な予定のところは、たとえ日本シリーズがあったとしても、そちらの方を優先しますっていうような形に、なります。で、まあちょっとあんまり話長くなると、まあ、あれですので、まあ、あれという表現で申し訳ないんですけども、あれってなんだろうっていうのを、なかなか見てもらえなかったりだとか、まあまあ、基本も大変だというところで、そういう表現をしたんですけども、本日は、これぐらいで、終わりとさせていただきます。まあ、だからまあ、彼の人生が、話が広がりすぎて、もう一般的なその生活が、彼自体も遅れなくなってるっていうことを、皆さんご理解していただけたらなと思います。だからもうこれ、だから僕どうこうの問題じゃないんですよ。だから普通に僕の家来て話しに来てくれたりしたら、これどう、あれどうっていうようなところ。まあだから、スポーツ関係のところだったらいちいち裁判とか行わなくても、球団関係者の人が僕の自宅に来てくれたりしたらよかったと思いますし、もともと本当は、まあ、テレビ局に、番組のことを提案したときに、確かテレビ局の人が来てくれたことあったと思うんですよ。近くのところに。この家の列のところか何かで。で、僕の家に訪ねに来てくれたか。お金の支払いどうこうみたいな形で。で、そこで、最初のうちに、
しっかりと契約書とか交わしてなかったらややこしいことになるからだとか、まあそういうふうな話だったと思うんですけども、その件に関しても僕が覚えていた時なのかどうかっていうことにもなってくるんですよ。その時精神病院に何回も入れられてましたから、まあ、ちょっと話がちょっとまた長くなりましたので、もうこれぐらいにしておきます。以上です。まあ、ちょっと、今日もまあ、もうこの後もう自由な時間で過ごそうかなと思っています。今日どう考えて もうこの天気で、途中でね一回雨から晴れ方向に変わりそうにはなってたんですけど、もう完全に雨なんですよ。もうこれこの時間でこれだったらもうないでしょう。結構傘さしてる状態なんか顔見えませんし、なんかもうまあこれぐらいにしておきますね。だからまあまあその今月フミート様たちにもお会いできることを本当に、願っています。その予定、こちらいつ訪問しますっていうことは手紙で送ってますけども、まあ返答はないわけであって、でそれ逃したらやっぱり金銭的事情で、次なかなか、行く機会がまずないということになります。で今日の例で言うと、あと一つ一番大きな懸念が、その一回起きた時のその朝6時前の時間帯だったわけじゃないですか。だからまあ睡眠時間としてはまあ5時間ぐらいしか寝てないわけじゃないですか。でしかも日本シリーズとかクライマックスシリーズのほとんどの日は4時、ひどい時なんかもう4時間ぐらいしか寝てない日とかあるんですよ。4時間寝たかなどうかなっていう日も、まあ、そんな中で生活していて、もう心身ともに疲れ果ててるんですよ。その自分の自由な時間もないし、その結局おかしい、世の中にたくさん貢献してきたはずなのに奴隷制度みたいになってるっていうような、まあちょっとした不満感とか、以前はそれはすごく大きくて、まあそれが怒りに転じてた部分も一部あったんですけども、もう今そのもう気力が持たなくなってきています。でそれは早い段階で見切りをつけるというか、もう今日来ないなっていうことを判断しなかったら、その一日がやっぱり本当に遊ぶ時間って言ったら変ですけども、まあそれは確認する時間でもいいんですけども、例えば、YouTube のゴジラとか新ゴジラだとか自分が提案した内容のものとかを見る時間がなくなってしまうんですよ。結局遊んではならないルールをずっと使わないと。で誰かと遭遇するときってその一日遊んでないときだけなんですよ。本当に遊んだ日は空いてないんですよ。遊んだ日に勝手に会った気分になってる人間、それ複数の人間でごちゃごちゃ言って絡んできてるだけじゃないですか。だからそれは会ってるとは程遠いんですよ。何か話し合いをお互いして、もうそれ相応の答えが出るところまで来て、それで会ったじゃなかったら、横からなんかごちゃごちゃ言ってきただけで、それで会ったことにされたりしたら、それはもう話は全然おかしな話ですので、それはあったとは言えません。だから横をすれ違ったのに、あったつもりにな最初なってた人たちが芸能人でたくさんいらっしゃったわけじゃないですか。だからそれ仕事云々の話につながっていたと勘違いしてたのか何なの か、 だから本当のことを昔から覚えてくれてた人たちは、彼とどんな話をしたのと事情聴取を行って、いやそういうことだったら無理やでっていうようなことを、言ってくれてたと思います。以上です。というわけで、まあ、佳子様に、先に、知っておいていただきたいなと、まあ、11月からの私の赤坂御所訪問、まあ、ちょっと足に軽く震えが来てるんですけども、まあ、この間、9月2日の時もそうでした。佳子様が、まあ、地点に、時間帯にいるとは、もともと思ってなかった、まあ、家の中で、多分、待たせてるからか何なのか、他者の誰かの、怒りなのか何なのか、家の中にいるときに、なかなか家の外に、ああ、ちょっと、今家出ようと思ったけど、ああ、ちょっとあれ、せなあかん、これせなあかん、まあ、で、まあ、足に震えが来ていたから、佳子様を待たせているみたいなことで、僕に足の震えが来てるとか、まあ、そういうことだったら話は筋違いですし。
だからまあずっとコンピューターがあの変なカードを教えるっていうことで、その辺のこともあの皆さん一つ配慮していただけたらなと思います。もう僕一人の力じゃ絶対どうしようもなりません。無理です。どう考えてもこの件の解決は。で、このままでいくと、まあ、あの、紀子様が誕生日の時の動画だったと思うんですけども、その、私からの心の声が届いていて、まあ、受け答えをフミート様と紀子様がしてらっしゃるんですけど、僕も心の声を送る時に、どちらか片一方の方が喋っていたら、あの、喋ってない方の方に届けようとしたりするんですよ。だから、あの、ここからここまでの部分は聞こえていたり、ここからここまでの部分は聞こえていたりとか、いろいろあると思うんですよ。で、まあまあ、あの、フミート様、がおっしゃってたのが、あの、僕は心の声で、このままだと、かこちゃんも、あきこさん、あきこちゃんみたいになってしまうというようなことをお伝えして、まあ、その、あきこさんの方も40歳を超えて独身なわけじゃないですか。だから、あの、他にも、宇賀夏美アナウンサーも、もともと子供の頃、僕と関わって結婚話をして、で、その、離婚になって、てる内容だとか、あの件についてもよくわからないんですよ。何がどうなってるか。僕は家帰ってきたら、家の中に、まだその頃は母親が生きていた頃で、お帰りなさいとか言って、家の前にいきなりいたんですよ。びっくりして、本当に。いやいや、もう、うちの親もう本当はもう亡くなる寸前の、もう介護状態やからって、もうこんなの急に入ってきたらあかんからって、ちゃんと僕に聞いてから、家の中入っていいかどうか聞かなきゃっていうことを、言って、だからもうその時、結婚話女とかそういう感覚のお話にならないんですよ。急にわけの、家のドア開けたら、急にそんなところに誰かいたらですよ。なんかちゃんと順序を追って、目的とか何しに来たのかだとか、だから未だに、本当のこと言いますよ。宇賀夏美の、あの、その時に電話番号を教えてもらいましたけども、住所と本当の名前とか聞いたことないんですよ。だからテレビ局のアナウンサーも、偽名名乗ってるものは何人かいるのはもうすでに確認しています。最初の方の段階で。運転免許証見たら、あの、あれ、一文字違いだったとか、漢字の部分が。だから、本当の名前も知らないんですよ。だから教えてくれたことがあるかもしれませんけども、それ何か、記録として残しておかなかったら絶対覚えてられないんですよ。だからその辺のところも含めて本当のところで本当に結婚して離婚してるのかどうかだとか、もうテレビ局も嘘多すぎるから、もうそういうのを見ていて、気分的にこう嫌な気分になったりとかしますし、だからまあ本当にみんな本当のことだけに物事固定しなきゃならないように、まだ報道ステーションもずっと以前と同じニュースを放送しますから、この間も海の底の炭鉱、まあ、そこを掘りに行っていて、生き埋めになった人たちの、骨を、探すだろうなんだろうって、でそれも僕は心の声、昔もそうだったと思うんですけど、心の声じゃなくて自分が考えてた内容が自然と伝わってたかもしれないんですけども、もうやめといた方がええって、そんなもの探しに行った人は生き埋めになるっていうことでね、だからそのことを求めてる人たちの方がどうかしてるっていうことで、だからそういった現場見に行ってもらったらいいと、できることとできないことがあると。そのニュースを昔から放送されてるんですよ。で、一瞬僕も、そのニュースを見たとき、最初思い出せなかったんですけども、まあ途中で思い出した方で。だからなんか報道関係とかも寝転んで、見るようにしています。で、多分それ、しびれが、報道関係者の方に、こっちに来てますとか、小木さんが言ったりしてるんですけど、今僕の方に、しびれが来てたんですけども、それって多分、さも今は来てるかのように、本来は多分家の中でテレビって寝転がって見ていいもののはずなんですよ。そうじゃなかったら、老人ホームの人たちが絶対大変なことになりますから。だって老人ホームの人たちって寝転びながらテレビ見てますもん、ベッドがあって。だからその嘘を放送しなかったらいいのに、いつまでたっても嘘を放送してるから、本来そちらに行ってたわけで、こちらに来ること自体がおかしいんですよ。今カコちゃんの声で心が痛いっていう声が聞こえてきてるんですけども、別に皇室の人たちを責めてるんじゃなくて、この
世の中のこの悪い状態っていうものを正しい本当のことだけに変えなかったら被害者がずっと出っ放しになりますよっていうことで、そんなに簡単なことぐらいなぜみんな着手しないんですかっていうことになるんですよ。これ着手しないままずっとほったらかしにしていたら、どのニュースがいつ本当のことだったのかっていうのは、これが分からなくなると思いますよ。あとそれを探すのが大変すぎるっていう作業になって、結局金銭的な人件費とかがなくて、探すことができないだとか、まあそういうような話になってしまって、後の世代が余計困るな。もうテレビ局も2社2社合併、夜中と明け方の番組をなくすで、ちゃんとしたきちっとした真面目側の人間が、その情報とかを整えなければならないっていうことになります。でまあ、こういうふうなその異常な世界に慣れてしまった人を真面目として見ていいのかどうか、僕はその世界は正しくないって思ってるんですけども、その正しくないって思ってる人たちで世の中を変えるしかないんですよ。そうじゃなかったらひたすらそのめちゃくちゃな話、もうこの間の選挙とかも石破さんが言ってることとかもめちゃくちゃですよ。他の党の党首の人たちとかも時給1500円まで上げるとか絶対ありえませんよ。その時点で完全なフェイクですから。これ数年前の、近畿の方の、最低賃金の、金額なんですけど、まあこの辺ちょっとうっすらとしていて申し訳ないんですけど、これこちらが滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山です。大阪府の方がやっぱりちょっと高いという形ですけど、そんなに差がないと思うんですね。で最低賃金っていうものは少しずつ上がっていくんですよ。1年間で20何円上がったら多い方だとか、まあそういうふうなものなんです。1500円。何をわけのわからないことを言ってるんですかっていう話なんですよ。人件費が1500円、最低賃金がですよ。最低賃金がそれだけまで上がってしまったら、じゃあ老人ホームに入る時のその費用、もっと金額が上がるんじゃないですかっていう話になるんですよ。じゃあ、会費2000万じゃ足らないっていう話になってくるんですよ。じゃあ2500万円かけておきなさいっていう話になるんですかっていう話になるんですよ。もうその時点で、真面目に仕事をする気あるのかないのかわかんないんですよ、本当に。意図的に嘘を言ってるのか、黒い服を着てるときは嘘を言っていいだとか、そんなわけのわかんないルールを作ってるのか、もうその時点でね、いやもう多分僕も気力的に、持たないので、まあ、今日はちょっとこの後はもう自由時間ということで、まあ遊んだりしようかなと思っています。じゃなかったら休日日なのか何なのかよくわからないんですよ、本当に。これこそこういう本当のことを言うことによって、それこそ本当の社会貢献だと思いますよ。そのことで火を閉じてたらね、テレビに向かって声を出して話していたら、昨日のその日本シリーズでも自然と心の声で唱えていても言葉が一部こうちょっと出たりすることってあるんですよ。だそれはその時にソフトバンクの選手は感じ取って、まだ喋ってる方とかなんかそういうことを言ってたんですけど、テレビに向かって喋ってはならないルールがないんです。逆なんですよ。そのこと自体がテレビに向かってむしろ間違えてることを言って本当のことを言いますよ。本音、その声を全見てる人に聞いてもらった方がいい。そうじゃなかったら投票する時にどれだけの嘘をこの人たちが言ってきてお金稼ぎをしてきたのかっていうこと、これが分からなくなる。こんな世の中絶対おかしいです。絶対無理です、こんな世の中。以上です。今、勝手に口が今、バカっていうワードで口が動きそうだったんですよ。で動いてるんですよ、ちょっと横向いてましたけど。言葉は出てないんですけども、そういうふうに自然と言葉が出てくる時ってあるんですよ。テレビの報道関係者も僕が心の中でこう思ってた内容で言い方がちょっと変わってその内容通りに喋りそうになってる時とかあるんですよ。一部喋ってます。意図的にそれ喋ってるんじゃなくて自然とそうなった、今のは自然とそうなった方だなって、その受け答えの時の返答ではないですよ。これはまあ出演者の人たちが返答してきた人たちは、そのことを言ってるのかなと勘違いしないように今言ってるんですけども、だからみんな、相手が心の中とか頭の中で考えてる内容に影響を受けて、一瞬だけこう、ちょっと言葉間違えて喋ったりだとか、これみんなあるんで、それをテレビに向かって喋るだとか、そういうふうに、
な形にして、その睡眠不足にさせようっていう、なんかそれがスポーツ関係者のもともと浅ましい考え方だったんですよ。その頭の中とかを供給してる人間、気力的に持たないようにさせようと思ったら、睡眠不足にさせてしまえば、勝ち負けに参加しようという気力はなくなるわけじゃないですか。で、頭の中の供給とかやめてしまうわけじゃないですか。そういうふうな卑怯な方法で、だからもともとは、言い方悪いですけども、読売ジャイアンツってもともと軍、1軍、2軍とか言われてますから、まあ、ほとんどの球団が第二次世界大戦の前に、その軍関係者の人が、野球しながら、軍人してたのかもしれませんけども、まあ、巨人ももともとそうらしいです。そこははっきりしてます。で、だから、もともと、本当に言葉悪いですけど、軍の人たちって人を殺すことを教わってる人たちだったんですよ。電波でのその卑怯な勝ち方っていうものを昔の頃に設定できてしまってるんだと思うんですよ。今の人たちで、だからその、テレビに向かって喋ってる云々だとか、そういう睡眠不足になる方がおかしいっていうことで変だって、おかしいじゃない、変だ、異常だっていうこと。それだったら隠蔽側だ、テレビ局の方が悪い、テレビに向かって喋った人間、なぜ淡井さんだけそんなに的にされるのっていう考え方。これが正しい考え方です。ちょっと最後の方、多種多様に話はちょっと広がりすぎましたけども、これぐらいにしておきます。もう喋り出すときりありませんので、以上です。